アンドゥインフォメーション。しゅんさんの、はい、この間ちょっと上げた動画で僕マサダで、はい、ボレーシュートしてきたんですよ。こう次、はい、これから紹介するパンツを履いてでストレッチして、ああ、なるほど。実際このフォワードのシグナルちょっと見ていただきたいなと思います。はい、いいお願いします。いや、どうですか慎吾さん。ちょっと結構飛んでるね。はい、すごい。まあ、放送では言わなかったですよ。テイク十何回か。のいいやつね。一番いいやつです。ああ、びっくりした。ほんとに、もう一回ですよ、もう一回ですよ。もう一回いいですか。はい。おお。なかなかいい感じには仕上がっていますよね。この、なんだろう、このシュート。はいはいはい。球筋ももちろん。綺麗にいってるなってのは。ね、やっぱこれを、ね、もちろんいいのを見てると思うけど。一番いいのでしょ。現役時代やったことないから。多分ね。何回もボレーシュート初めて。僕も上げる側なんで。そうですね。どちらかというと。この次の日、左肩打撲してました。受け身ができなかったので、あ、なんか肩上がんないので、やっぱ打撲してましたね。なんでまあ、こういうふうにね、こう、アドバイスしていただきましたけど、はい、この慎吾さんも今後スクールで、はい、スクール活動をなさっていくんですよね、うん、岡山で。そうです、はい。まあ、この放送される時にはもうこう2022赤嶺フェスティバルの方は多分終わってると思うんですけど、はいはい、僕自身もこう参加させていただいて、うん、はい、まあ、ぜひね次回からもこうディフェンス担当として、あ、ぜひ、はい、ご協力いただければ。フォワードとディフェンスで、はい、でまたこう大学卒業してこう今プロになられる方こうすごい多いんですよ。多くなってるね。で僕はこう逆にこうユース上がりで、ユース上がりでこうやっぱお父様お母様方からもこういろんなねこうアドバイスできると思うんですよね、はいはい、実際リアルなところどうなるのか、うん、どんな、ね、環境なのかという、うん、そういうのを含めてもね、こう岡山県でこう実際にプロを辞めた方がこうすぐ辞めた方がこう、はいはい、指導するという機会はなかなかないと思うので、うん、そうね、ぜひ赤嶺サッカースクールに、はい、ぜひ、はい、自分の経験を、はいはい、また伝えていけたらなと思ってます。またたまに、はい、たまに、はい。いやいや、たまにもう呼ばれたらすぐ、はい、すぐ行きます。お願いします。走っていきます。アンドゥインフォメーション。これスローの画像ですけど、はい、さんの先ほどの、はい、おお、手の使い方、手の使い方と何ですかね、まあこの肩っていうんですかね、まあまあ手って言えば手だけど、このボールが上がってくる瞬間にこの肩が開いてるんで、ここでやっぱこのバネを、体のバネを、はい、こっちこなんか逆に伸ばしてこの途絶えてるんで、わかります。まあでもスローで見ればやっぱよくわかりますね。あ、先ほどはまあちょっと流したんであれ難しかったですけど、この、はい、一回ここで一回ためを作って、はい、これはフォワードのためというかバネというか、そういうのを作ってこの来るのに対ボールが来るのに対してこう捉えてるんで、だから多分うまくいってると思います。いや、もうこれはフォワードの形で僕何も分からずやってた、はい、来たのをそのままやるのはまあ難しいんで、まあ、できると思いますけど、より、はい、バネを使ってるなっていう映像ですね、これは。まあ、でもね、慎吾さんこういうふうに説明してますけど、はい、僕ずっと思ってるんです、感覚的なプレイヤーもある。そうなんですなかなか説明できないんですよ。そうなんですよ。慎吾さん、天才肌なんで、もちろんまあ分析はできますけど、やっぱその感覚的な、ね、まあ、ゆっくり見れば、もちろん。慎吾さん、やっぱ上がったところをもう本能で決める。そうですね。自然にやっぱ体が動いて染みついてる部分が多いサッカー選手、プレイヤー。頭の方が速いのか、足の方が速いのかとか、そういうもう一瞬の判断なんで、本当。もう考えてないです、ね。そうですね、言えば。あの方は。やっぱ感覚で。そこの飛び剣だとかが上げた瞬間はやっぱディフェンスもいるんで、もちろん、はい、頭の方が速いのか足の方が速いのかっていう、前行くか後ろ行くか、もうその一瞬の判断っていうのはもう、なかなかこの説明するのとかは難しいは難しいです。こそやっぱ逆にやっぱ実際に慎吾さんに来て見せてもらうっていうのはもう他の指導者はもう間違いなくできない。やっぱりもう見てやっぱ感じて、はい、どれだけ駆け引きして、そこまでの過程ですよね。もう準備なんで、シュート打つ準備の段階がまあたくさんあるんで、はい、そういう細かい部分も聞けますよ、うん、お願いします。これはなかなか聞けないです。アンドゥインフォメーション。
はい、あの赤嶺さん、向川さん、はい、サッカーの楽しい話をいろいろありがとうございます。いや、はい、ありがとうございます。サポーターとしてはもう楽しさしかない時間でした。そうですよね。ここから少しアンドゥーとしての時間をいただいて、はい、今あのお二人のお手元にあるのが、今向原さんが寒いと感じたところから商品企画を頑張っている商品なんですけど、はい、はい、で実際に前回あのデザインパ、ポケットに自動するとかって悩んだ末にできてきた試作版の第2弾ですね。はい、まあ、スタートとしました。僕がこう外で放棄してて寒いなというところで、うん、はいはい、すごい車の交通量も多かったりするので、でそういう中でこう自分がサッカーと紐づけて、なんかこう皆様に提供できないかな、なんか助けにならないかなという時で、まあ、スタジアム観戦サポーターの方寒いですし、その方々に対してこう温かいパンツを、ね、はい、プレゼンできたらな、提供できたなという思いで、はい、制作してまいりました。なるほど、いいですね。ね、暖かさが特徴なんで、実際にこの後、赤嶺さんに履いていただいても大丈夫ですか？はい、入りました。はい。はい。すみません。それではちょっと着替えてもらってもいいですか？はい。じゃあ、ちょっとお決まりの、はい、ジャンプをしていただきたい。あ、はい。いいですか？はい。せーの。はい。はい。早速履いていただきましたけど、こう、はい、最初のこう第一印象、どんな感じですか？いや、まずは、暖かいです。あ、ありがとうございます。それが一番欲しかったです。はい。内側、はい、内側って言うんですかね。はい、そうです。内側のこのめちゃくちゃ暖かいです。うわ、気持ちこう履いた、ね、感じもすごい滑らかで、うん、履きやすく気持ちいいんじゃないかなと思いますし、はい、ストレッチ感とかはどうですか？あ、ストレッチめちゃくちゃ柔らかいです。あ、はい、めちゃくちゃいいです。はい、これ膝周りの服履いた瞬間、撮影前に柔らかいって言ってましたもん、ね。はい、催促したわけではないですけど、欲しい言葉もいただいてどうですか、実際履いていただいて、あったかいなっていう感じが伝わると。はい、ここからちょっと、わかります、うちはあったかいのわかります。それぞれの時間がかっていきます。めちゃくちゃ柔らかいね。あ、ポケットなんかもね、この辺についてたり、はいはい、収納もあるので、うん、でもこのパンツですけど、こう表生地とこの裏生地、はい、うん、で、その間にさらにこう防風シートというと3層構造になっていまして、はい、それでも風が本当に入りにくい暖かい仕様になっているので、うん、はい、まあ、実際これスタジアムでね、外で履いていけば、うん、もうほぼ風を感じることはないだろうな。うちの社員の方もこう、うん、第1回目の映像でこうバイクを履いていて、はい、通勤している方がいるんです、はい、その方にこうこれを履いていただいて、うん、こう通勤していたら実際にほとんど感じないぐらいの暖かいと、暖かさということなんで、3層構造なの、構造なのにストレッチも効いてる。はい、でこう普通裏起毛っていうとこうゴワゴワしたね、厚みあるんです。こう見た感じもね、こうシルエットで、あ、シルエットもちょっと L サイズなんで、僕にとってはちょっと大きいの。慎吾さんの結構シャープにね、はい、サイズも合わせてとても綺麗に、はいはい、履けて履いていただいていると思います。はい、あの向原さんがこう企画ここまでこだわったポイントが3つあって、はい、スタイリッシュに見えること。あ、そうですね、まさに本当に今画面越しに私なんか本当に綺麗に見えてて、はい、やっぱモデルがいいですから、ね。あと収納力ですね。あ、そうですね、ポケットはあって、普通のポケットもありますし、まあ、そうですね、先ほど慎吾さんのタイプはポケット横に、はい、で僕のタイプはこうマッサイドの横に、うん、まあ、これなんかね、後でこうもう一回座って説明なんかしていけたら、はい。で、あのこのデザインがそのなんていうんですかね、いろんなところで履ける、いろんなシーンで誰でも履いていただけるっていうのを、ビジネスシーンでも履けそうだったり、はい、当然スタジアムで全く探りのパンツなの で、はい、ここも裾部分に絞れるような仕組みにもなっているので、はいはい、まあ、実際こうスタジアムでこう座った時なんか、ここから風が入ってくることがあると思うので、こう絞ることによってね、風が入らず、とても空気が中で保温されて、うん、より一層暖かく、はいはい、なるような、そういう仕組みにもなっていますし、まあ、撥水加工でこう少し水だったり汚れなんかも弾いてくれる、うん、して環境にも、はい、配慮した、まあ、エコテックスマークというそういう認証を受けてまして、うん、生地にどれぐらい化学物質が残っているか、うん、ただもう着る人にも環境にも優しいパンツになっていますので、はい、慎吾さんもお墨付きということでよろしいですか？ぜひ履きたいと思います。はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。アンドゥインフォメーション。一番こだわっているのがこのポケットの位置なんですね。はい、もうどこにつけようか、前にしようか、後ろにしようか。もう後ろにつけるなんていう案もあったんですけど、はいはい、やっぱなんかどうしてもやっぱサッカー選手ぐらいハムストにあるとか怖いんで。確かに。まあ、うん、今はね、こうポケットの横につけるのと、はい、慎吾さんの方はここのあなるほど、はい、サイドにつけるやつ。はいはい、まあ、感染に特化した商品を作るのであれば、うん、こうやっぱ座る機会も多いので、そうですね、試合見るときとかね。そこの方がこう、スムーズに座りながらも取り出したりすることが可能かなと思って。おー。まあ、いいですね、確かに。どこにあったのか、慎吾さんは。おー。まあでも、こちら、まあ、ここにはまあ、ポケットあるから、まあ、はい。このチャック付きのポケットはこっちにあっても、おしゃれ感もあるし、座ってて取りやすさもあるかなって、はいはい、思うかな。やっぱこう慎吾さんでも履けるスタイルになってて、ちょっと安心しました。いろいろな方にね履いていただけるっていうなコンセプトがもあったので、うん、はいはいはい、慎吾さんのように、ね、現役引退したばかりの、うん、まだこう筋肉好きの慎吾選手まだまだ少しはもね履いていただけるということで、まあ、より一層いろんな方に履いていただけるシルエットにも、うん、できてるなと、うん、安心もできました。で今赤嶺さんに履いていただいてるのは、はい、裾も絞れるので、はい、あ、そうですね、はい、先ほど説明、はい、これもいいですよね、調整できるんで、はい、ここがやっぱり、はい、なるほど、それだけはまあ風がね入らずに、うん、風がねより一層暖かく感じれると思いますので、うん、ここにありますね。あ、暖かいね、触っても。そうなんですよ、暖かいですし、うん、やっぱ履いてても気持ちいいです、ね、ああ気持ちいい気持ちいい、うんうん、でも僕がこのアンドゥに入社したのも、うん、やっぱこのパンツを履いて、うん、スポンサー訪問の時に、あ、はいはいはい、このパンツすごいな、この会社で働いたらいいなと思って引退を、そう、まあ、きっかけで、きっかけで、それを覚えてて、覚えてて、あの方のスタッフに本当にこのパンツ、うん、出会って僕の人生変わった時も変わったから、なるほど、今度ね皆さんにぜひこれを体験していただきたいなと思っていますので、ね、赤嶺さんどうでしょう、はい、あの沖縄のサポーターの皆さんとか、はい、寒がりだと思うので、はい、もしくは仙台の皆さんにも、あ、仙台、そうですね、おすすめできそうなパンツでしょうか。3月に仙台の方行ったんですけど、そうです、ね、やっぱまだ寒かったんで本当に、はい、まあ、自分は、まあ、セットアップスーツみたいな感じで行きましたけど、はい、すごく寒かったんで、やっぱ感染の時とかこのパンツがあればめちゃくちゃいいなと思いますね、はい、琉球の方のホームの試合の時は履く機会はないかもしれないですけど、ちょっと暑いですね。雨に行く際は間違いなく寒がりの方多いと思うので、ぜひアウェー用にぜひ買っていただけたら、はい、ね、いいと思いますね、嬉しい、ね、まあ、他のももちろんそうですけど、はい、でまあ、6月ぐらいからこう受注を開始していこうかなと考えていますので、ぜひ、うん、はいはい、仙台サポーター、琉球サポーター、そして大阪、はい、そしてもちろん岡山鍛冶屋のサポーター皆さん、ぜひ買っていただけたら、はい、購入を考えていただけたら嬉しいなと思います。